で、これ、超ハイスピード。何が分かりやすいって。何が分かりやすいんだったっけな。あ,あ、見て、ほら。200アンペアで入ってくかんねこんな数字見たことないでしょ。ここね。半端じゃないよ。ほら、見て。71キロワットで入ってるでしょ。超絶速いんだって、これが。このね、リーフのクソのところは、もう、わけのわからないレジュームがかかることね。Bluetooth で。YouTube 見てたら YouTube がいきなり始まるとか、 あとなんか、アップルの方のミュージックがプレイリストで一番最初から勝手にあの再生されちゃう。もうそれがね一番頭くる。一番頭くる。ほんとマジ勘弁してほしい。なんでこんな機嫌悪いんだろう俺。いかんな。いかんいかん。よしよし。じゃあ気を取り直して。ん <laughs> ーんで、ちょっと確認してほしいのがここ。ちょっとね、見にくいんだけど、 これです。今、充電の温度がこんなもんでしょ外気温10度で、10度ね。でもね、今まで、あ、すみません、でもねえじゃない。今までは、バッテリー、急速充電繰り返しても、バッテリーの温度、全然上がらなかったんですけど、今回は上がると思う。多分、それはなぜかと言われたら、ここ、ご注目。71kW で、今のところ、日本に存在する、一番早い、 高速充電器。全国で 10, 10台ぐらいしかないんじゃないかな。たまたま帰り道にあったんで。まあ、帰り道っていうかね、ちょっと遠回り、結構遠回りしたんだけど、無理して。というわけで30分後にお会いしましょう。これ、ちょっと興味深いんで、途中経過。8分経過すると、出力は67まで下がってるね。ただ、充電のスピードは半端じゃない。8分で1 0ット入ってる。バッテリー温度は、あ、上がってるね、やっぱりね。さすがに、 超高速充電だとバッテリーは上がるな。できればこれを2回、超高速充電を2回やってみたいと思う。なぜかというと、1時間やると 62kW フルで入るはずだから。これ、1時間で入る量を示していて、1時間で66入るでしょ。30分で1回切れるから半分、35ぐらい入るっていうことになるよね。で、超高速を1回やると、 普通の高速充電を2回やったっていうことと同じなんで、どんぐらいバッテリーの温度が上がるか。でもただ開始10分でもうここまで上がってるからね、もしかしたらレッドゾーン入るかも。初の E プラスレッドゾーン入りだな。って喜べないけどね、あんまりレッドゾーン入れると、バッテリーの、あの、寿命が縮むんで、あんまりおすすめじゃないです。ちょっと様子見ながらやりたいと思います。ちなみに、新宿まではあと77キロ地点。 順調でしたね。というわけで、超高速充電20分経過してます。出力は60まで下がってはいますけど、それでも早いね。すごいね。ちなみにこれ60,70まで受け入れることができるのは E プラスだけ。現行の 40kW は50、頑張っても 50kW までしか受け入れることができないらしいです。はい。で、バッテリーの温度。あ、やっぱ上がってる。これ2回目はやんない方がいいですね。 レッドゾーン多分入っちゃうんじゃないかな。54%。確か15%ぐらいから始めたんで、20分で40%入ったすごいね。なんか単位が色々出てきちゃって、すごいわかりにくいけど、おっと、僕的に一番わかりやすい単位っていうのは、30分充電して、何キロ分入ったのかっていうのがわかりやすいんじゃないかな。いやーでもな、そうするとな、結局、なあ,あ、充電後、 終わっちゃった。さっき20分だったよね。なんであー、もしかしたら20分で充電が切れるようになってんのかも。よし。じゃあもう一発やるもう一発やるか。バッテリー、うん、そうだね。もう一発やろう。原因は、結局わかんなかった。充電器の側でも30分の設定になってたんだけど、なぜか20分で切れちゃったね、いきなりね。そして二発目、ぶ なんだけど56%から始めたにもうね、これはね、謎。もうよくわかんない。充電器によっていろいろだからね。もしかしたら、連続でやっちゃったから、充電器の側がうまいこと言ってないのかもしれないし、それか、んこの E プラスの側がバッテリーの温度がここまでいっちゃったから、ちょっとじゃあ出力下げましょうかみたいな、おせっかいしちゃったのかされちゃったのかよくわかんないけど、 でもまあ、どうかな。56%から 42kW 出れば、まあ普通に考えれば超優秀なんだけど、でもこの実力、充電器の実力から考えると、もうちょっと頑張ってほしいような気もするね。でも頑張ってもらってバッテリー熱々になっちゃってもこれ困っちゃうわけだから、なんとも言えない。もうちょっと繰り返してみないとなんとも言えないっすね。うーん。 まあこんな感じですさ。ご参考になれば幸いでございます。では30分後にお会いしましょうか。またはバッテリーの温度が異常に上がったら停止しますので、その時にまたご報告差し上げたいと思います。現場からは以上です。経過報告です。2回目の充電、17分経過後はこんな感じ。バッテリーの場合77%まで回復して、 相変わらず 41kW。で、気になるバッテリーの温度はこんな感じ。あ、さっきと変わってない変わったのかなすいませんね、俺。記憶障害なんで、よく覚えてないっす。上がってんのかなでもまあ、これぐらいなら許容範囲でしょう。うふんうふんうん。あと12分でどんだけ上がるか。ちなみに1回目は、繰り返しになりますけど、1回目は20分で終わっちゃいました。なんで、今はトータルで行くと、20分プラス18分なんで、 38分か。なんか、検証としては微妙な感じになっちゃいましたね。まあでもこんなこともあるでしょう。で、あともう一個検証したいのは、この上がったバッテリーの温度が、あと家までだいたい2時間ぐらいでつくんで、その2時間の間でどんだけ下がるかですね。これ、ここのバッテリーの温度ちょっと覚えておいてください。 こんな感じ。あと、じゃあ12分やります。残り5分なってるけど、これ多分なんかちょっと違うんじゃないかな。俺の時計だと、あと残り2分ぐらいのはずなんだけどね。まあ、いいです、ね。で、事件ですよ。バッテリー温度が結構来てる。これ、あともう一個行くと、レッドゾーン。だよね。レッドゾーン入るよね。レッドゾーンの入り口かな。地獄の入り口みたいな。ただ、もうバッテリーの、 あのー、充電率が87%までいってんで、もうこれ以上充電しなくていいんじゃないかなっていう話してる間に終わったよ。やっぱなんかちょっとおかしいな。残り5分だったよね、今ね。ナイスタイミングすぎでしょ。まあいいや。こんな感じで行きましょうか。ちょっとここ、あのー、覚えておいてください。今から2時間距離にして、だいたい100キロぐらい走るんで、下道でね。このバッテリーの温度が、 どんだけ下がるか。下がってほしいよね。E プラスはバッテリーが3並列化されてるんで、熱に対してはかなり強い。って、何かに書いてありました。本当かどうか検証してみたいと思います。では出発いたしましょう。あ、ケーブル抜かなきゃな。